皆さん、こんにちは。しょりみちゃんねるしほです。はい、ということで、今回はですね、グレールの苦笑会第2弾ということで、福袋の中身を紹介していきたいと思います。なんか新しいとかそういうわけじゃないんだけど、なんかグレールでお洋服買おうかなと思って、ネット見てたら、福袋っていうのがあって、そういうの大好き、私。わぁ。そう、だから、福袋好きな、人なのでちょっと買っちゃいましたみたいな説明ですね。ということでね、開けていきたいと思います。ね、ちょっとごめんなさい、なんか顔が赤い気がする。焼けたかな、またちょっとやだ。ということで、この中身は誰も知りません。詰めた人しか分かりません。早速紹介していきたいと思います。まず一つ目、なんか T シャツっぽくない？あ、おしゃれ、おしゃんおしゃん。本当想像がつかないね、何が入ってるの。本当にね、なんかどうしよう、サボテンのカバンとか入ったとか、ね、なんかそういう楽しみがあるからやっぱ福袋っていいよね。確かに。そう、まず一つ目は、あ、やばい、ロン、あ、待って、長袖じゃん。あ、そういうこと。長袖のね、ゆったり T シャツみたいな感じ。そうそう、トップスですね、こちらね。なんか後ろは白紙で、白紙、ま、前の方にね、お花のデザインがあります。で、長さは結構長めですね。こんな感じの白 T です。次いきますね。次はこちら、じゃじゃん、なんでしょう、こちら、これこそ T シャツかな、半袖な気がする。長袖で着たら半袖でしょみたいなあれ全部半袖かと思ってた。ね、長袖もあるんだね。なんか半袖バージョンの福袋だと思ってた。間違えちゃったかな、ね。ああ、お店の人だ。あ、半袖だ。あ、これは半袖か、よかった。2着目はこちらの半袖でございます。 T シャツです。あ、こういうデザインか。なんかさ、ここになんかさ、あ、裏返しかなって思う、裏返しかなって一瞬思っちゃったぐらいの、こういう感じのね、あのミシンで縫った跡っていうのがありますデザインだからね。デザインだから、だから普通にこれさ、黒いさスカートズボン合わせても可愛いと思うし、うん、何でも合うね、これは。可愛い、ざっくり着れるね。それで腕の部分がちょっとね、段差になって、ここ段々になってますね。可愛いですね。次はこちら、じゃん、見た感じベストですね。開けていきます。ベストっぽくね。で、可愛いと思う、多分リボンついてる。え、あ、本当だ。え、ちょっと3着目、え、長袖、あ、じゃ七分袖、あ、すごい、こんな感じのお洋服ですね。全然ベストじゃなかった。こんな感じの白いニット丈が、なんか、あ、長袖か、長袖までいかないかね。え、でも長袖か、長袖っぽいよね、長袖ので、後ろにね、こんな感じのリボンがついてます。超かわいい。でもやっぱ生地的にニットだから、ニット素材だから、秋冬かな。秋冬だよね、これは、ね、春もギリいけるな、うん、だからそうですね、秋ですね、着るのは。え、超可愛いんだけど、ちょっと5タイプのお洋服から、ありがとうございます。はい、次はこちら、あ、ちょっと固めの生地、え、パジャマっぽくない？ちょっと開けてみます。なんかさ、あるくない？あ、でもなんかパジャマにしたら硬い気がする。上着かな、逆にテロテロなんじゃない？あ、それか、テロテロだったわ。あの、厚紙が硬かったんだ。あ、厚紙が硬かった。あ、入ってたこの厚紙が硬かっただけでした。すいません、すっごいテロテロです恥ずかしい。待って、もう恥ずかしい。さっきもベストとか言って全然ベストじゃないし、ベストとか言ってニットでしたね。あの全然お洋服です。私今パジャマとか言ってきたら的外れすぎて、あ、え、草とか言わないでね、マジで的外れすぎて、しほ草言わないで。あ、今コメント書けるようになったんだよ。え、そうなの？そう、だから書かれるかもよ、本当に草って。え、しほ間違えすぎて、みんな書かないでね。しほ間違えすぎて草、みんな書かないでね。しほ焼けすぎてて草ちょっと書かないでくださいね。
まあいいけど、書かないでくださいって言ってみんなが団結してくさくさ書くのも私的にはすごい面白いなとか思ってるんですけど、草だけ書いてくれればいいけど、なんかこうちょっとさ、なんていうの、悪口っぽい感じの草はちょっとね。え、しお前がみんながバーコードすぎて草。はははは、待って、めっちゃ出てくるんだけど。あ、でもなんかちょっと悪意ある多分メッセージはコメントできないようになってるから、もしかしたら乗らないかもしれないけど、基本今開放してて、はいはい、たまにね、なんか動画によっては勝手にこう閉じちゃったりするわけ、うん、でも一応こう開ける、何そのこっちで設定としてコメントオンにまた直せばしばらくまた書けるようになったりとかするんだけど、まだね不安定、たまに閉じられちゃうし大丈夫な動画もあるしみたいな。まあ、もし皆さんの書けるときはね、ぜひ書いてください。草は書いてください。ほどほどに。しほちゃんかわいいって書いてください。やめてそれ。やばいやばい。草とか書かない。そうだよ。あ、かわいい。かわいくない？やばい。普通にかわいいんだけど。ちょっとさ、これかわいいやん。超かわいい。当たりかもしれん。シワにならなそうな生地。そう、ブラウスです。超かわいい。そう、白に黒は合うよね。あのここが白いね、うん、マチっていうの、縁っていうのついてます。かわいい。次いきます。次がラストですね。え、待って、これこそベストじゃない？ベストなの？これこそベストじゃない？ちょっと開けてみるね。え、なんかさ、ズボンとかさ、下入ってなくない？確かに。ズボンとか上、T シャツとかじゃない？確かに。これズボンかもしれん、もしかしたら。え、そう、ほんと？セットアップじゃん。待って、別れた。布が2枚。ビューティーみたいな。全然ベストじゃないじゃん。全然ベストじゃない。また草って書かれるよ。まあ、すごいセクシーだね。こういうニットってこと？ニット、ニット。こういうニットに、あ、ズボン。え、すごい、ニットズボン。あ、すごい、ニットズボンが入ってます。もうすごい大人っぽい感じだね。一気におしゃれになった。 T シャツすごいだったのに。ねえ。着れるかな、しーちゃん。中学生で。待って、おしゃれ。足とか、なんか、引きずりそうだね。引きずるな、私。しほ、足引きずっててくさ。ねえ、書かれるよ、ほんとに。喜んでんじゃん。そう、友達にさ、SM 診断されてさ、M だったんだよね。やだM、M って感じ。M だったんだよね、ちょっと。まあ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 、そこは見ていて。うん。そんな感じでね、ちょっとセクシーめなお洋服が出ました。はい。ということで、以上ですね。はい。以上。何点だ？ 6 点ぐらい紹介しましたんですけど、着てみますか。ちょっとね、はい、今からね、着てみたいなと思います、お洋服。まあ多分写真になるかもしれないですね。ちょっと枚数が多いので。そうですね。もう写真ダダダダーって終わりで。ね、いい加減。ダダダということで、着てみたいと思います。はい、カット、お疲れ様っす。